織田信忠は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。織田信長から生前に家督を譲られ、後継者と認められ、織田家、当主二代目となる。か武田氏を滅亡させた直後に、本能寺の変で、父、信長は、本能寺、信忠は、新二条御所にて自陣した。岐阜城主、工事三年に、織田信長の長男として、 終わり国で生まれる。実母は、久し庵京主。乳母は、自徳院。なお、のう姫が、織田信忠を養子としたという説もある。養名は、奇妙丸。元服して初め、勘九郎信重を名乗り、後に信忠と改める。永六年間に、織田氏は、美濃国において、海の国の武田領国と接し、東美の国州、遠山直角の娘が信長の養女となり、 武田信玄の生死である、諏訪勝頼の性質となって、婚姻同盟が成立していた。紅葉軍官によれば、A60 年11月に、勝頼夫人が死去し、武田との同盟関係の補強としてのぶただと、信玄六女、松姫と婚約が成立したという。武田、小玉は友好的関係を保ち続けていたが、A6 年間に、武田氏は、小田氏の同盟国である。 徳川家康の両国にあたる三河、東東美方面への進行を開始し、元気三年に信玄は、信長と敵対した将軍、足利義明の信長方囲網に交応して、小田領への進行を開始し、これにより、武田、小間は手切れとなり、松姫との婚約は事実上解消されている。以後、武田氏では勝より末期に、小田氏との関係改善が試みられるものの、 信長が和睦を拒否したため、元気3年1月に元服したと、勢い衆軍記等にあるが、天正元年4月1日付、金見狂気、また、同年6月18日付の浅川文書でも、まだ陽明の奇妙で呼ばれており、意味名の、信繁の名乗りが確認できるのは、同年7月が初見である。信長後期でも、同年8月12日付の北、 大宮浅井攻めで出陣した記録が、奇妙から、勘九郎に変化しており、若干遅めだが17歳から19歳頃が、元服の時期と推察される。以来、信長に従って、石山合戦、天正2年2月の岩村城の戦い、天正2年7月から9月の伊勢長島攻めと、各地を転戦した。天正3年5月の長篠の戦いに勝利し、 そのまま、岩村白攻めの総大将として出陣。野衆をかけてきた、武田軍を撃退して千百余りを打ち取るなど功を挙げ、武田家武将、秋山虎重を下して、岩村城を改造させた。以後、一連の武田氏との戦いにおいても、大いに武名を挙げていくこととなる。天正4年11月28日、信長から、 織田家の家督と身の頭部と尾張国の一部を譲られて、その支配を任され、信長聖室のお姫を養母として、岐阜上主となった。また、王姫の弟である、斎藤理事が、信忠付の側近となる。同年に、聖五石下に除せられ、出わす決いで、秋田城之助に任官し、将軍閣となることを目指した。 足利義明は、織田政権下でもビンゴ在国の聖遺大将軍であった、ため、織田家は、政敵将軍になるしかなかった。また、この官職は、越後守護下でもある上杉家との対抗上、有意義であったともされる。天正5年2月に西風めで、中野城を落とし、3月には、鈴木主家秀らを下す。八月には再び反逆した、松永秀討伐の総大将となり、 明智光秀を先人に、橋場秀吉ら諸将を指揮して、松永久秀、久道府市が牢上する、市山次郎を落とした。その功績により10月15日には、13目左子の江県中将に叙任される。この頃より、信長に代わり、総帥として諸将の指揮を取るようになる。12月28日には信長が持っていた、茶道具の内から8種類を譲られ、 翌29日にはさらに3種類を渡されている。天正6年、張馬国の光月城を奪還すべく、毛利年への総帥、毛利輝元が10万以上の大軍を動員し、自らは、備中高松城に本陣を置き、吉川元春、小早川高景、浮田忠家、村上水軍の6万千人を、張馬国に展開させ、光月城を包囲した。信長も光月城救援のため、 信忠を総大将に、明智光秀、庭長秀、滝川一真すら諸将を援軍に出し、三木城を包囲中の橋場秀吉も、信忠の指揮下に入り、総勢7万2000人の織田軍が張馬に展開する。しかし、こ着状態に陥ったため、戦略上の理由から、信長は、光月城からの撤退を指示し、三木城の攻略に専念させる。 牢城する、天子勝久主従は降伏し、光月城は落城した。天正6年10月4日、越中国での月岡屋の戦いに、義理の叔父にあたる斎藤理事が、神保長住の援軍総大将として、信長より、直命派遣、斎藤氏の家事伝衆を筆頭に、美野州、尾張州の信忠月の援軍を送っている。斎藤理事に対しては労をねぎらい。 ご苦労の団とお察しすると書状を送っている。また同年から、翌年の天正九年にかけて、摂津で勃発した、荒木村重の無本、有岡城の戦いの鎮圧にも出陣した。天正八年には、尾張南部を統括していた、佐久間信盛と、西民の三人衆の一人安藤森成が追放された、ため、美濃尾張の二カ国における、信忠の支配領域が広がった。 天正十年の公衆征伐では、総大将として、美野、尾張の軍勢五万を引き、徳川家康、北条氏政と共に、武田領へと侵攻を開始する。信忠は、川尻秀高、滝川和正の領将を軍艦とし、稲方面から進軍して、品濃南部の武田方の拠点である飯田城、高東城を、次々と攻略する。高城攻略においては自ら、 絡め手口で陣頭に立って堀際に押し寄せ、柵を破り兵の上に登って配下に下地している。信忠の進撃の速さに体勢を立て直すことができず、諏訪から撤退した武田勝頼は、新府城を焼き捨てて逃亡する。信忠は追撃戦を開始して、信長の本隊が武田領に入る前に、武田勝頼、信勝死を天目山の戦いにて自害に追い込み、武田 3月26日、甲府に入場した信長は、信忠の先行を称し、梨島巻の腰物を与え、天下の義目与つとの意思も表明する。この時は信忠は辞退しているものの、信長からすれば、将来的には、織田家の家徳だけでなく天下人の地位を信忠に、引いては、織田氏の着流に継承させることを、一族、家臣を含めた内外に宣言したものであった。 論功交渉により、宿利危機部長の川尻秀隆が、貝の国と品濃国諏訪軍、森長吉が、品濃国高井、水内、皿品、西名軍、毛利長秀が、品濃国稲軍を与えられたことから、美野、尾張、貝、品野の四カ国に影響力を及ぼすこととなった。二条吉本邸、二条弟子。京都市中京区天章10年6月2日の、 本能寺の変の際には、信長と共に、備中高松城を包囲する、橋場秀吉への援軍に向かうべく、京都の妙覚寺に滞在しており、信長の宿所である本能寺を、明智光秀が教習したことを知ると、本能寺へ救援に向かうが、信長自害の知らせを受け、光秀を迎え撃つべく伊母帝の津田玄三郎、京都諸子代の村井貞勝や斎藤理事ら側近と、共に、諸君、 サネヒト新の居宅である二条新御所に移動した。信忠は、サネヒト新を脱出させると、手回りのわずかな軍病と共に牢上した。しかし、明智軍の異性提供が攻め寄せると、集荷的せずに自陣した。解釈は、鎌田荒助が務め、二条御所の縁の板を剥がして、自らの意外を隠すように命じたという。協楽中にいたが、 本能寺に入るには間に合わずに上々に集結していた福富秀勝、関野、長頼、井野小平助、段田雅紗らが斎藤理事を中心に明智勢と戦うが、信忠自害後に理事が今は誰がために惜しむべき命ぞやと差し違えて討ち死にした。去年二十六、父同様、その首が明智方に発見されることはなかった。 老城寺の具体的な戦闘内容について、これ等無本気や、伝説院記録によると自ら剣を古い敵の兵を、切った、とされる。この時、信忠の故障に、加方や三郎という若者がおり、彼は奮戦して、左足を負傷し脇腹をやられて蝶がはみ出していた。その姿を見た信忠は、イサムへという別し、根性で恩賞を与えることはかなわぬが、願わくば、 来世において、授けようぞと述べた。この、信忠の言葉にヤ三郎は感激し、笑いながら、敵中に駆け出して打ち死にしたと伝わる。この時、信忠は、武田家滅亡後に、八王子に落ち延びていた松姫に死者を出しており、彼女を、病覚寺に招こうとしていたと言われる。すでに旅中にあったとされるが、しかし再会を果たすことはできず、信忠自身の方を聞いた松姫は、 八王子に戻り、出家して心原因で、武田家と共に信忠の供養を行った。一部の資料には、信忠の子、三宝子の聖母は、実は松姫だったとするものもある。出生については、武功屋はや、関西重修書家府により、織田信夫と徳姫の母である、伊古巻津の実母とし、工事三年に生まれたとされてきたが、近年では、 多くの矛盾が指摘されており、結論が出ていない。出生年について実母について日付イコール旧歴。織田信忠は、天正2年には、東農を有する武田家に対する抑えとして、東見の尾張の一部の兵を与えられており、この兵団は、天正10年2月の公衆政抜においてもほぼ、そのまま主力となった。なお、性能は、信長直属のままであり、 西民の三人衆などは、信忠の旗元には入らなかった。美濃衆終わり衆小説テレビドラマ、ありがとうございます。